1本目が8小節の3本勝負です。でこちらもビート選択です。で、片方のビートを使って、で2本目がもう、今その選ばなかったもう1個のビートで45秒の1本勝負です。そして3本目がまた8小節の3本勝負に戻ります。はい、というか、ちょっと待って、いやー、まあいいか、これついたままになる。ではまず最初にビートをとりあえず2つ聞きましょう。ではマービーさんの方から準備できましたらお願いいたします。大丈夫ですか。それではマービーさんのビートがこちら。ナイス DJ、 こちらが1本目のビートです。それでは続いてウユジンキさんのビートがこちら。ではまず1本目のビートを決めましょう。で、もう片方のビートが必然的に2本目のビートになります。それではいきます。1本目の、ごめんなさい、もう一回いきます。1個目のビート、では2個目のビート、で2個目のビートが、まず最初に使用して、その次45秒の方をマービーさんのビートという形になります。ではまずユージキさんのビートに参りましょう。じゃんけんお願いします。ここで。で、ここが8小節の3本に戻りますので、そこだけは間違えないようにお願いいたします。先行がムカデ、後攻がスパイラル、決勝戦です。DJ ウユジンキ、レディーファイト。Yeah, yeah, キャノミー、お前が相手、全然問題ねえ。キャノミー、お前が相手、全然問題ねえ。はい。これがかまし方、わかってる。アフロのビートに乗ってまたもラップ、は?あの大都会でまた夢描いて、お前ラップし合えて、この最後のタイムで出まくの再現させてもらうぜ、隠る気しないぜ。おい、人のサンプリングばっかで、ムカデ自身のラップが聞こえねえから、俺はありのままで歌うぜ。俺は自分らしく生きる、これがヒップホップ。地元学んだもん全て吸収して、お前が好きだからこそあえて言うぜ。音源の話は一切しねえから安心してくれ。お前が好きな時に好きなように出せ。ヘッズはそれ耳かっぽじって待っとけ。そうだぜ待っとけ。そう、あの頃の万歩計破り捨ててるぜ。俺らずっと歩いてるあの道、武蔵小山でまた散る。それも最高だけど分かってる、あの頃の非現実。俺はもうラッパーなんて捨てたのはペンシル。なるでこれはエクステンシブ。お前が魂で語る、そんなこと言うね。最後は楽しもうぜマジで。おい、昨日みたいにひたすら夜遊んで、俺ら歩いて通り好きでなった万歩計。茨城って言え、街は確かになんもね。でも思ったんだ、ヒップホップって音楽がかっこええ。だからそれをひたすら貫きに来たぜ。お前の音源じゃあそれを見せつけ、貫きし落としたプランニューシー、ワンツースリーで探し求めた探求心。探求心当たり前だぜ、探求心。俺ら耳で貫通した音楽がヒップホップだろ。だからお前との思い出もかけがえねえ。でもこの大会だけは俺は負けられねえんだよ。その思いがあるからかましてるぜみんな。優勝候補そんな話関係ねえよ、みんな主人公それも知ってる。だからこのビート悪のに去る、正直お前はアウトオブ眼中だよ。いや、何がアウトオブ眼中、俺倒すのは難攻フラグだぜ。それだけ先に教えといてやるからさ。オッケー、お前がここでしか勝たなきゃいけない。どこの現場でもかましてラッパーだぜ。いや、俺はそれひたすら生身ぶつけてきたんだ。ソウル、お前ともぶつかりてえから遊んだこと、それを大切に。今じゃこの MIC が俺のメッセージ。終了です。それでは聞いていきます。まず1本目の勝者を決めましょう。日本選手でその時点で優勝となります。1本目の勝者を決めましょう。先行ムカデ、後攻スパイラル、おお、もう一回いきます。先行ムカデ、後攻スパイラル、この試合はドローです。つまりあと2本の試合で、決着をつけていきたいと思います。でもしそこでまたドロー、1-1 になるようなことがあればまた延長戦は何度でも行いましょう。では続いて45秒の1本勝負になります。次の DJ がマービーさんですよね。あの先ほどのビートで、そうですね、はい。では、ビート聞きましょう。ビートはこちらです。こちらのビートで参ります。では先行後攻が入れ替わるので、先行がスパイラル、後攻がムカデということになります。僕が止めるまでラップ続けていて、
あ、そうですね、大丈夫です。はい、それで大丈夫です。それでは、一緒。線香スパイラル。レディー、ファイ。いや、俺は昔と同じ面だから、変なディスはしねえし、俺はそういうの心得てる。大丈夫、その間で射止めてけ。俺のラップは至って進歩、まるでカクテルみたいに混ぜられたお前のワードじゃ、俺はストレートしか飲めませんな、マードパーカー。仕方ねえな、いい気持ちでやってるぜ。こいつとの音楽マジで共有してくれ、みんな生がスマホは詐欺だ。ねえねえ、みんなこれヒップホップだって言うのっせ。ああ、お前ら生だ、これよく見て、みんなスマホ下げて、みんなで騒ごうぜ。ああ、俺が言いたいことの遊び方教わったぜ。あとはイケてる DJ マービー、皆がそう呼ぶ。この音楽にされちまった身柄拘束。あ、終了です。というわけで今の1本目のがスパイラルのバースです。続いてムカデのバースに参りましょう。さあ準備よろしいでしょうか。いきます。ここムカデレディーファイ。よ、ちゃんと決勝の舞台でやり合えてることに俺はマジでリスペクトを送るよ。だから今日は2人でやり合いてけど、今日はクラブサーカスに敵はいねえな。マジで誰一人ラップしてる、お前も分かってるけど俺もラップしてるよ。だから絵になるフォーするためにでもお前には一つレクチャー言いたいことがある。神様が泣いてることに君は気づけてないでしょ。俺のマイクはどんなもんってみんなは調子のだから、ロックしてる毎日変わんねえ。だから俺もずっと次進むのみだぜ。ジャンボサイズでレッドアイズ、悪くないが始まりの合図。ラップしてるだけ何も変わらないで、やってる意味がない。ああ、だから俺だってマイクのため、そしてラップするのは明日のためだろ。終了です。それで判定に参りましょう。聞きます。線香スパイラル、高校ムカデ、ムカデです。というわけでムカデが1ポイント先取です。この時点で3本目の試合とムカデが取った時点でムカデが優勝になります。ここもビート選択制でまた再び決勝戦を行いたいと思います。マミさん準備できましたら、そちら行きましょう。あ、大丈夫ですかね。では1本目のビートから参りましょう。1本目のビートがこちら。はい、DJ。では2つ目のビートを聞きましょう。ユージンキさんのビートがこちら。ではどちらかのビートで戦っていきます。それでは聞きます。あ、先攻ここじゃんけん。あ、来てからですよ。ビート1個目のビート、イエーイ。2個目のビート、イエーイ。もう一回聞きます。1個目のビート、イエーイ。2個目のビート、イエーイ。2個目のビートで参りましょう。そしたらウヨジンキさんのビートで参ります。ジャケの方お願いいたします。最初はグーでジャケ、ここで。それでは参りましょう。決勝戦です。先行スパイラル、後攻ムカデ、DJ ウヨジンキ、レディーファイ。よっ、オッケー、男としてはこれが最後。なんて言わせるな、組の顔つながったぜ。仕方ねえ、男として。お前は武蔵小山あげろ、俺は茨城をあげるぜ。これは何回でも言う、仕方がねえ。これしか俺には言うことがねえからな。茨城の若手はしがらみの中でも戦ってる。やっと見れそうだな、いただきの眺め。俺だってここに用があった、腐るほど言い訳なんかあったぜ。でもまだ俺の道現実までは遠かった。でもあの頃からマイク持って自称ラッパーって言えるようにこれはなったぜ。そのためにマイクを握って、バービーウヨジンキプロ意識忘れることはないぜ。俺は強え、お前じゃ超えられねえんだよ。いや、超えるじゃねえ。今このステージだけ対等な立場にいるねえ。おめえが出せえな。俺はラッパーだってひたすら目線合わせて、上とか下とかマジ関係ねえ。ラッパーそれをひたすら分からせるぜ。ウヨジンキのドラいい感覚だぜ。まずは叩くぜ。でも茨城はコエンマさんとかやべえやつがいる中でひたすら喧嘩を叩き出してる。いや、お前の茨城がやべえのは分かったけど、お前がやべえことは伝わんねえんだよ。お前はどうぞ踏んでるけど音源ロングロング豚もおだてれば首につけるコーチ。それが分かってない人生、俺のかまし方最後までこれで続けるよ。三本勝負負けられない理由あるから自分を信じてここにいるんだよ。いや、仕方ねえ。俺らそう発祥節この俺の中生まれた、まるで俺も豚かも。でもこの三本の意味ワンショットキルヒップホップは発想を当時にいるんだぜ。ああ、仕方ねえな。俺が出せ。じゃあお前なんで俺と遊んでんだよ。俺は認めてるんだ。お前が一番東京でかっけえ。だからお前と一緒に遊ぶ。
遊んでやる。ラップがダセえかっけえで遊ぶ友達を考えたことなんて一度もねえよ。だからいいんだろ、アーディもスパイだって一緒友達じゃん。俺んち毎晩来いよ東京でな。だから分かってる、この大会で俺勝たなきゃいけない理由、そんなのはいっぱいあるよ。俺が作ったゼロゼロ世代だろ。だからクラブサーカスでそれを終わらせるんだよ。終了です。それでは聞いていきます。先行スパイラル高校ムカデ MRJ ダーウォーカンダ最悪 MRJ ジェネレーションダービーゼロゼロ世代編優勝はムカデです。ありがとうございます。というわけで、あ、スパイラルいいよ喋って。いや、ムカデマジでおめでとう。よ、俺こいつが東京で一番かっこいいと思ってるから、こいつといつも遊んでるから。よ、今日お前らがこいつをかっこいいと思ってくれたことが俺も嬉しいから、最後まで MRG 遊べるやつ全員遊んでいこうぜ。ありがとう、アッツオ、ピアスアウト。ありがとうございました。というわけでスパイラルよくなくてお願いします。で、ムカデ優勝フリースタイルに参りましょう。 DJ1 バービーでお送りします。先ほどのミートですね。それではお願いいたします。よよ、富士コースもオノ D もインマンもバトルやめる。なんか悲しいけど大丈夫、みんな安心してくれ。俺はこのクラブサーカス一生優勝チャンピオンライブするぜ。違う、これがフリースタイル。確かに音源どうこう、その話もあるかもしれねえけど、愛した友達と肩組んで即興、二度と大黒柱なんか言わねえ。一人になってるわけじゃねえし、もう疲れた。ありがとうございました。優勝は抜かれ